1日日曜日、ハリウッドクリスマスパレードが行われ、今年も LA ねぶたが参加しました。このパレードは、映画やテレビのセレブリティやキャラクターたちが登場するロサンゼルスの冬の風物詩で88回目を迎えました。ねぶたの参加は5年目で、地元の LA ねぶた林保存会のメンバーに加えて、日本各地からも跳人たちが応援に駆けつけました。青森、東京兼ねての50名ですね、グループ。本当にインターネットの力もあるんですけど、本当に行き届いてます。現地よりも素晴らしいというのを見せていただきたい。私たちのこの羽と全身使って喜びを表すっていう、自分たちも楽しみますし、見ているお客さんも全員で楽しみたいと思っています。いよいよパレードがスタート。今年のグランドマーシャルはエンターテインメントジャーナリストで俳優のマリオ・ロペスさん。マーチングバンド、映画やテレビのヒーローたちやセレブリティーらが続きます。そしてねぶたです。今年は2015年に初お披露目された津軽海峡義経渡海が再登場。ドルビーシアター前ではお囃子に合わせて羽人たちが元気よく跳ね回りました。その後 LA ねぶたはハリウッドの中心 3.2 マイルを練り歩き、およそ10万人の観客たちの声援に応えました。日本の公益社団法人大日本農会は、毎年国内外において農業の発展に貢献した人物を表彰しています。乾杯。南下市会から今年は中西和彦さんと重田克美さんが選ばれ、共に緑白樹友好賞を受賞しました。12月10日総領事公邸で表彰伝達式が行われ、武藤明総領事から二人にそれぞれ表彰状と勲章が手渡されました。重田克美さんは2006年、長野県にある北斗きのこ株式会社の北米現地法人を立ち上げ、きのこの生産を始めました。その後、まだ海外では馴染みのなかった日本のきのこの販路拡大に尽力し、全米一の生産規模に至りました。日本のキノコでアメリカの人たちをこう健康にするんだという、まあ、そういう信念ですね、まあ、そういったものがあったからだというふうに思います。はい、北斗では第二工場、アメリカに第二工場を作るという構想、まあ、構想だけなんですけども、まあ、ありましてですね、ぜひそれをですね、実現させていきたいなというふうに思ってます。はい、中西和彦さんは1962年から庭園業の仕事を続ける一方、磐内寿司の水宝園やハンティントンライブラリーの日本庭園での奉仕活動を続けてきました。最近ではグレンデール市のフレンドシップガーデンとジャパニーズティーハウスの修復に携わっています。サザンキャリフォルニアには20人ぐらいの大きい日本庭園があるんですよ。本当の日本式的な日本庭園の保存をできれば残していきたいと思ってるんですけどね、白人の人たちは日系人の人を尊敬してるしね、これからもそういう具合に続けていければという気持ちでいっぱいですからね。表彰伝達式には家族友人ら42名が出席、代表者による祝いの挨拶や記念撮影が行われ、それぞれの受賞を称えました。テメキラ市のペチャンガリゾートカジノがイングルウッド市のソフィースタジアムとパートナー契約を結び、その発表記者会見が17日行われました。ソフィースタジアムはアメリカンフットボールチームロサンゼルスラムズとロサンゼルスチャージャーズの本拠地で、2020年7月完成を目指し、現在ハリウッドパーク競馬場跡地に建設中です。記者会見はその建設現場で開かれ、ペチャンガリゾートカジノを所有するルイセノ族ペチャンガバンド、そしてソフィースタジアム、ラムズ、チャージャーズ、ハリウッドパークの代表者らが出席しました。またホリデーシーズンにちなみ、会場では援助を必要とするベテランなど50名を招いたチャリティーイベントも開催、食事や日用必需品が提供されました。同時にイングルウッド市の学校やホームレス支援団体などにペチャンガバンドから10万ドルが寄付されました。ペチャンガの代表者はソフィースタジアムでリゾートカジノのブランディングを行うとともに、
地域貢献にも力を入れていきたいと語りました。毎年恒例のお正月 in リトル東京が今年も1月1日ウェラーコートとジャパニーズビレッジプラザを中心に開催されます。餅巻きや獅子舞などのお正月行事や伝統芸能、食べ物などで終日日本文化を体感できます。入場は無料、詳しくはご覧のところまで。また当日のボランティアも募集中です。ソーカルジャパンはジャパンハリウッドネットワークのウェブサイト J ハリウッドネット .com でもご覧いただけます。